下飯田駅は、神奈川県横浜市泉区下飯田町にある、横浜市営地下鉄ブルーラインの駅である。駅番号は、B02。高橋博史、芽吹の空間横浜市泉区の南西部に位置し、泉川と境川に挟まれた台地の上にある。市街化調整区域になっていることから、周囲は、二十歳や山林を、多くの残す、田園地帯である。 近隣の相鉄泉屋線の夢が、岡駅とは、直線距離で250メートル離れており、当駅前から高架上の夢が、岡駅を見ることができる。駅舎のデザインコンセプトは、自然環境と調和した落ち着きのある駅を基本とし、隣接する夢が、岡駅のハイテクなイメージと対比し、フォーマルなものになっている。コンコースの壁には、ガラスブロックが、天井にトップライトが設けられ、 解放感、警戒感が表現されている。ガラスブロックの壁の前には、駅周辺をイメージしたオブジェ、芽吹きの空間が設置されている。またプラットフォームの中央部はドーム状になっており、間接照明によって圧迫感が和らげられる作りになっている。地名から取られた。同一箇所駅名であった相鉄泉屋線の夢が、お会とは異なり、 歌唱駅名がそのまま正式駅名となって開業した。島式ホーム一面2000を有する地下駅である。改札街は地上1階、ホーム階は地下1階であり、エレベーター、エスカレーターが設置されている。2007年9月15日にホームドアが設置された。設置に伴い、踊り場駅とともに乗車位置が少し移動している。 ホーム1日あたり、乗車自民の推移2019年度の1日平均乗降人員は6570人で、ある。2003年度まで、総鉄泉の線夢が、岡駅の乗降客数が減少し、減少した分を当駅に移行していた。しかし、翌2004年度から、夢が、岡駅の乗降客数が増加している。開業以来の1日平均乗降、乗車人員推移は、 下記の通り、駅前は開発途上であり、タクシーロータリーがあるが、常駐はしてないため、呼び出しが必要。また、発着する路線バスは、開業から久しくなかったが、2007年12月16日に路線バスが開通した。また、商業施設も駅から離れた位置にある。今後は東駅及び相鉄泉屋線、夢が岡駅の周辺に位置する。 泉夢が岡地区において再開発が行われる予定である。当駅及び夢が岡駅の周辺は都市計画マスタープラン、泉区プランにおいて都市基盤施設と一体となった計画的な開発を誘導し良好な居住環境を備えた市街地の形成を図る地区として位置づけられている。周辺エリアの市街地の形成に向け1999年に 地元地権者が中心に発足した、泉田園第一地区と地区各整理準備組合を2007年末に解散し、新たに泉夢が、岡都地区各整理組合設立準備会が発足した。2008年度に横浜市都市整備局は、泉夢が、岡都地区各整理組合設立準備会の支援を表明、泉夢が、岡地区の市街各域への編入を視野に協議を、 促進し、早期の事業化を目指すと発表している。土地区画整理事業の施行期間は2014年度から2022年度を予定、総事業費は約113億円を見込む。2014年6月の都市計画決定に際し、導入機能やゾーニングなどの検討が進められ、交通広場や駅へのアクセス道路とともに、駅周辺への商業施設の集積。 都市型住宅の整備などを行う方針が定められた。また公共施設整備では、下飯田駅の駅前広場設置、幹線道路、区画道路、公園などの整備を予定している。2020年9月、両駅に挟まれたセンター地区の集客施設開発事業者として、総鉄グループの総鉄、アーバンクリエイツと総鉄ビルマネジメントが選定され、 地上3階建ての大規模集客施設を開発する計画が公表された。同施設は2022年春に着工し、2023年度、下木に開業する計画で、テナントの詳細は同時点で不明だが、約170店舗を予定しており、スーパーマーケットや専門店の他に地元の丘とも連携した食に関する体験型施設、シネマコンプレックス、 屋上遊具公園などの導入も検討されている。最寄り停留所は下飯田駅前となる。以下の路線が乗り入れ、神奈川中央交通と天台観光株式会社により運行されている。ありがとうございます。